ライドンです。今日はですね、動画撮るのに便利だなと思ってて、前々から欲しかった商品を手に入れたので紹介いたしたいと思います。じゃがじゃん。はい、じゃあ早速開封していきたいと思います。まずこれが、マイクですか。こっちがマイクで、こっちがレシーバーですね。ピンタイプになってて、で説明書、これは袋、イヤホンが2個、これ腕とかに巻くバンドみたいです。あとこれ耳にかけるやつで、これレシーバーとカメラをつなぐやつです。単4電池駆動ですね。これで3時間ぐらいって言ってたかな、使えるみたいです。各々にパワースイッチとボリュームがついてます。でこっちが出力みたいですね。イヤホンとかカメラとかにつなぐ。でこっちが別売りのマイクをつけられるみたいです。これだけでもマイクロフォンになりますね。はい、ですね、こんな感じで接続完了ですね。こっちカメラ側ですね。それでこれがピンマイクで、自分の喋ってる音を聞けるみたいです。結構服の擦れる音みたいのが聞こえます。それでね、このマイクだけでもいいんですけど、今回ね、もう一個、これマイク、オーディオテクニカの AT9901 ピンマイクです。マイクで、これが、これもマイクか。イヤホンしてるとちょっと遅延があって、すごい喋りづらいんですよ。ちょっとこれはイヤホン外します。これね、遅延があって気持ち悪い。ちょっとですね、イヤホンあるとね、喋れないですね。若干コンマ何秒か遅れがあるような感じで、自分の喋ったのと聞こえてくる音、ちょっと気持ち悪いから無理です。はい、ちゃんと入ってるか分かんないんだよね。服とかのこれガサガサ音とか出ちゃってるかな。結構ガサガサするのかな。でね、距離が50メートルぐらいまで行けるって言ってたかな。ちょっとどの辺まで行くか試してみたいと思います。はい、ここでね、5メーターぐらい、どんな感じだろう。もっと遠く行ってみますね。はい、10メーターです。だいたいね、入ってるかな、ちゃんとに入ってる。チェスチェスもうちょい行ってみます。入ってるかな。これどうなってるかね。入ってます。聞いても答えてくんねえよねどうですかね。早く編集してみたいな。では、さあ、どこまで入ってたんだろうね。これなるとどういう音質で撮れてるかわかんないけど、すごい撮影の幅が広がると思うんですよ。これで何も撮れてなかったら失敗動画になっちゃうけど、マイク紹介動画はこれで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。引き続きキャンプ動画の方、それはね、この動画が出た翌日の19時にアップしますんで、そちらもお時間あったらぜひご覧ください。どうもありがとうございます。